確かなアナウンス力で幅広い活躍を見せたマサイマヤさん。整った顔立ちもあって非常に高い人気を誇るアナウンサーでした。マサイマヤのプロフィール、本名、前川麻也。生年月日、1976年、昭和51年、6月2日。身長、159センチメートル。出身地、メキシコチワワ州メキシコシティ。最終学歴、上智大学文学部卒業。所属事務所、無所属。目次、マサイマヤの夫は前川康之。マサイマヤと前川康之の結婚なれそめ。マサイマヤに離婚の噂なぜ。過去に婚約破棄されていた。マサイマヤの夫は前川康之。2000年にアナウンサーとしてフジテレビに入社したマサイマヤさん。報道から情報番組、バラエティ番組とマルチに活躍。取材現場にも足を運ぶなど、女子アナではなく女性アナウンサーとして活動する数少ない存在でした。その顔立ちからもわかるように、父親がメキシコ人で母親が日本人というハーフ。医師だったという父親は日本が大好きで神戸のお寺で修行したことも。そして母親はメキシコの大学で博士号を取得するほどのメキシコ好き。そんな両親がマヤ文明とブッダの母から名付けたマヤという名前。この名前には日本とメキシコの架け橋になってほしいという願いが込められているそうです。ただ2歳の頃に両親が共に事故で死去。その後は神戸市に住んでいた母方のおば夫婦に育てられたそうです。両親の思いは確かに受け継がれたようで、上智大学在学中に1年間メキシコに留学しています。また2014年には日メキシコ交流年親善大使を委嘱されています。親善大使への就任はこれまでの経歴と活動が評価されての抜擢だったことは間違いありません。両国から架け橋としてふさわしいというお墨付きをもらったと言っても過言ではないでしょう。プライベートでは2007年3月15日に俳優の前川康之さんと結婚。そして同年9月末にはフジテレビを退社。2011年からは夫と同じくオスカープロモーションの所属となっています。ただ結婚後、3人の子供に恵まれたこともあり、仕事はセーブ気味。その後、子供が成長するにつれて、より自分のペースで仕事ができるように、という思いが芽生えたのでしょう。2020年10月にはオスカープロモーションを退社しています。マサイマヤと前川康之の結婚なれそめ。2007年3月15日に俳優の前川康之さんと結婚したマサイマヤさん。前川康之さんは今でこそバイプレイヤーとして数々のドラマや映画に引っ張りだこ。ですが、結婚当時はモデルから俳優に転身してまだ2年目。俳優としての知名度は決して高くはありませんでした。そんな2人の気になる馴れ初めは友人の紹介。共通の友人を介して2003年の秋頃に出会うと意気投合。翌年1月から交際に発展したそうです。その後も順調に愛を育み、2007年3月に結婚。そして結婚から約半年後の同年9月にマサイマヤさんは長女を出産しています。つまり2人はできちゃった結婚だったんです。きっと交際当時から互いに結婚を意識していたはず。ただ、前川康之さんがまだ駆け出しの俳優だったことからなかなか決断できなかったのでしょう。家庭を持っても養えるかわからない。そんな不安が常に前川康之さんの頭をよぎっていたのだと思います。ですが、子供ができたことでもう後には引けません。立派な一家の大黒柱となるべく、今まで以上に俳優業に真摯に向き合うようになったのでしょう。今の地位を手に入れたのもきっとそのおかげ。もし結婚していなければ日の目を見るのはもう少し後になっていたかもしれません。
マサイマヤに離婚の噂なぜ、なぜかマサイマヤさんにつきまとう離婚という言葉ですが、2021年時点で離婚はしていません。また夫婦仲が悪いという情報もありません。そんな状態でなぜ離婚という言葉がつきまとうのか、その最大の原因と思われるのが婚約破棄。どうやら婚約破棄を離婚と勘違いしている人が少なくないようです。ですがあくまでも婚約破棄であり離婚ではありません。ただ著名人が婚約破棄するケースは決して多くありませんので、勘違いするのも無理はないかもしれません。過去にはいろいろあったマサイマヤさんですが、結婚から10年以上が経っても夫婦仲は良好そのもの。2021年には CM で夫婦共演も果たしています。 SNS に掲載された写真を見ても作り物ではなく、心の底からの2人の笑顔であることがわかりますよね。夫婦仲が良くなければこんなに素敵な顔を見せることはできません。これからも2人で協力しながら温かい家庭を守り続けていくことでしょう。芸能界を代表するおしどり夫婦として今後も2人の共演を見かける機会が増えるかもしれません。過去に婚約破棄されていた3人の子供を育てながらフリーアナウンサーとして活躍するマサイマヤさん、子供の教育に熱心で私立の小学校に通わせているんだとか。働きながら家事もこなし、子供の教育にも一生懸命。こんな素敵な女性と結婚できて前川泰之さんも幸せに感じていることでしょう。まさに良妻賢母という言葉がぴったりなマサイマヤさん。ですが、過去には婚約を破棄された経験があったんです。婚約破棄が報じられたのは2003年のこと。マサイマヤさんは当時、交際していたフジテレビのディレクターと婚約中。ところが写真週刊誌に先輩アナウンサー、西岡隆弘さんとの道中が掲載されてしまいます。これが原因となり婚約を破棄されてしまったんです。きっとマサイマヤさんとディレクターの婚約は社内では有名だったはず。それにもかかわらず浮気をしてしまうなんて、それだけお互いが魅力を感じる存在だったんでしょうね。当時は大きく取り沙汰された婚約破棄、自分が蒔いた種とはいえ、マサイマヤさんは心身ともに傷ついてしまったことでしょう。ただ、前川泰之さんと出会うことができたのは婚約破棄となったおかげ。今は前向きに捉えているのではないでしょうか。